僕自身あの、日本サッカーに育ててもらいました、J リーグにも30年育ててもらいました、日本のサッカーに育ててもらった一、まあ、人の人間として、えー、ここから責任を持っていい仕事をしたいと思いますんで、皆さん、引き続きよろしくお願いします。いいいよいよ今日からリーグのチェアマン就任ととうことで おめでとうございまあ <laughs> まあまあ、ままありがとうございます。就、はい、任会見を終えたばかりですが <laughs>、はい、今どんな心境でしょうかどうですかねまあうんとこうなったらいいなああなったらいいなというのはまあ当然ありますけど、まあ、そんなに気負ってやるとサッカーもそうですけど、うん、ろくなことないのでまあ自然体でいけたらいいかなと思ってます。代、はい、代目とといいうことになりまましししたがが、はいうん、今まで歴代のチェアマンがいらっしゃっゃて、うん、そしてそ野々村さん ラスさがここからいよいよ発揮されるという人気に入ると思いますけど、はい、改めていかがでしょうか。あのまあ以前のチェアマンやられた方々がどうだったかとかっていうのは、多分本当に意識はしないと思います。ただまあ自分サッカーに育ててもらってサッカーの価値は絶対的なものがあるっていうのを信じて疑わないので、サッカーのレベルが上がることだけを求められていると思われている方もいるかもしれないですけど。うん 全然そんななことではなくて僕はあのサッカーはもう一つの作品だと思っていてピッチ上のレベルもより高ければ高いほどいい作品だしでそのピッチ上のレベルとスタジアムですよねスタジアムのスペックが良かったりあのスタジアム行きたいなと思われるようなスタジアムとかあの出店が出てて週末あそこ行きたいなって思われるようなスタジアムで3つ目にやっぱりサポーターが作ってくれる雰囲気だと思うんですよ。 ササポーターータタが作る雰囲気、スタジアム、ッカーの質これを3つ合わせてサッカーっていう作品だと思ってるんですけどこれをいかにそれぞれのクラブがそれぞれの地域でより良い作品にしていくかで J リーグはそれをどうサポートするかっていうことだと思うのでみんなで同じようにイメージできればよくなるスピードも上がるかなというような感覚は今 持ってますそれがうまくいくかどうかは分かんないけど、うん、ただ J リーグ出身で J リーガーで社長も経験されたという野々村さんしかできないことってあると思いますあるのかなあまああるかどうか分かんないけど、うん、何かを決めなきゃいけないときには難しい決断になると思う時もあると思うんですよ、はい、でもそのときにはサッカー少年だったりの気持ちだったり自分が選手だった気持ちだったり経営者の 気持ちだったり、そんな気持ちを全部自分の中で理解して咀嚼した上で何らかの決断を下すことになると思うんですよね。で、そこには自分の今までのキャリアを自信持って決断できるんじゃないかなとは思ってます。うん、野々村さんが一番大切にしている。何か信念というか、うん、言葉というかどういうところですか？どういうところだろ。社長としてどういうところを大事に。ここまでされてきたんですか？<laughs> 僕はね、もうね。 あんままあ、いい加減なのかもしれないですけどいやいや選手の時に僕のインタビュー記事かなんかでどんな選手になりたいかっていうのでボールに一回も触らなくても勝たせることができる選手になりたいって29歳の時言ったらしいんですよ。はいい面白いですねで今思うと面白いなと思って、ええええ、もうそこから20年経ってるんですけど、ええ、で今もだからそんな感じです周りにできる人たくさんいるんであればその人たちに。 頑張っっててもらって、まあ、自分ももちろん汗はかくんだけど要はクラブが頑張れるように僕が何らかのことをこう裏でサポートしてあげられればいいかなっていうようなスタイルなのかもしれないなって最近は思ってますえ面白いですねその29歳の時に、ね、<laughs> 29歳のよく言ったなと思って自分で <laughs> でも経営の観点がもうあったってことですよねどうなんですかね、えー、なんかちょっと面白かったんですよそれを聞いた時に、えー、ああ、うん、確かにいいかもと思って。 へーへーへーただ、先ほどより良くしていくというお話がありましたが社長の観点からしてもあのまだまだ改善点がどんどんあって、うん、より良くしていける土壌があるということですよね、J リーグに。 少し整理をすればいいかなと思ってますあの例えばサポーターをどう増やすかっていうのと、うん、ファンをどう獲得するかっていうのは全く多分違うことだったりするけれどもなんかそれを同じものを取りに行く感じで一つの政策しかやってなかったりみたいなことは多分あったりすると思うんですよ。でまあ、みんなで同じ理解をしたらあこれはこっちだねこれはこっちだねみたいなことができると、まあ、もう少しできるあのうまくできるかなと思ったりしてますし。はい これは僕ねクラブやった時からそうなんですけどサポーターと言,言われるような人たちは、はい、もうほんとこっち側の人たちでですよね、うん、でその作品をサポーターと一緒に作って新しいファンにどう見せるかっていうようなことをサポーターの皆さんとかにお伝えできると、うん、クラブが良くなるスピードが上がるんじゃないかとあのコンサートでやってた感覚からはあるので、はい、そんなことをやっていくと。 良くなるるスピードががちょっっとと上がると思ってはいいます、うん、深いです、ね、深で<い>ねファンとサポーターってね<い>一緒に考えがちですよね。うんまあ、そうですねちょっと言葉尻のところもあるんですけど、はい、僕はクラブやりながらそ,、うん、そんな感覚で思ってた、まあ、最終的にはどうサポーターになってもらうかで、うんうん、その前段でやっぱりファンになってくれる人もいるみたいなこともあったりするので、うんはい、とにかくサポーターが増えたらいいと思いますよ。はい、本当の 意味でそうですね。現状30年目を迎えているこの J リーグは野々村さんの目からはどういうリーグに移ってますか。はい、うん、どこと比較するかによっても全然違うとは思います。30年前の J リーグと比べれば各クラブと各地域各サポーターはもう本物になったと思うんですよね。で今ヨーロッパと比較するとまだまだ足りないよねっていうことにはなるのはもう間違いないと思うんですけど。 30年経っっててて独自の魅力は十分あの出てきてると思ただまあもっと上を目指さなきゃいけないとは思うので、うん、うーんサッカーの作品としてヨーロッパに近づけるようになるのがあの必要かな、まあ、そこを目指さなきゃいけないなとは思ってます。うんうん、近づける どうですか。差は開いてますか。いやどうでしょうね。うん、そこもなかなかね指標があれなんですけど、うん、サッカーのデータとかたくさんあるんですよ。だからこれアナリストとかが、うん、あの、はい、数字出せばいいかなと思うんですけど、うん、例えばスプリントの数とか走行距離とか、うん、まあそれは結構最近もちょこちょこ出てるすよね。それはだいぶそのヨーロッパのトップリーグには近づいてるんですね。うん、で、ただ5年ぐらい前はまだまだ 例えばね時速14キロ以上で走る走行距離はだいぶヨーロッパと差があったんですよ、はい、まあ要は何だろうな本当のフルスプリントじゃないけどやっぱりインテンシティを高くするっていうようなところではそこの差があったんだけど最近その差も埋まってきていて例えばコンサーレの数試合だとだいぶそこも数値が上がってきてるっていうようなのもあるので。 まあまあやっぱりヨーロッパにはそこそこ近づけているというようなエビデンスはあるんだと思います、まあ、なんかそんなエビデンスも含めてどうやって見せていくかみたいなことももやったらいいいかもしれないですね、うん、今でもお話を伺っていてやっぱり選手としての経験と J リーガーとしての経験で。で 解説としいやいやもういやそうじゃないとそういう視点でいろんな視点で見られないかなと今聞いてて思いましただそういう人がうまくやれるかどうかはまたこれまた未知数ですからね頑張ってやりたいと思いますけど、はい、そういう人がボールを触らずにうまく経営していくっていう <laughs> どうですかでも野々村さんの。はい この任期がまず2年ということですが、はい、理想とする J リーグに持っていけそうですかいかがでしょうか。いやいやもうそんな簡単なもんでもないと思うんですよね。うん、で、まあ何年か経ってより良くなるようにするのはまあ当たり前かもしれないですけど、30年前に J リーグできた時に。 生まれた子供が今日本代表選手ぐらいなわけです平均年齢30弱ぐらいなんでそう考えると20年30年先に日本代表になるような日本を引っ張っていってくれるような選手が今の J リーグを見てとか今のこう日本の空気の中での J リーグの存在感を見てサッカーを選ぶか何を選ぶかっていうことを決めるとするなら今どうしてなきゃいけないかっていうのは30年後にだいぶ影響するってことだと思うので。 えー、そのぐらいのことを意識して、2年なのか4年なのか分かんないですけど、仕事したいなと思います。では、そろそろお時間が来てしまいましたので、新しくチェアマンに期待しているファンサポーターの方も多いと思いますので、メッセージお願いします、はい。そうですね。あの日本サッカーはまだまだ当然伸びると思ってます。で、僕はサポーターと一緒にクラブを作っていくそのクラブが 試合も含めてどんないい作品を作るかっていうのがサッカーの価値だと思ってますんで、えー、全国でいろんなところでいい作品ができるように一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。